はい、それではスタートしたいと思います。フライングにご注意ください。それではスタートします。1台エンスト大丈夫でしょうか、元木選手。ブラシの当たりかな、ちょっと前にグーグーと押すと走るかもしれない。さあ、レースはスタートしておりまして、現在トップは金光選手のマシンはこちらですね。現在ストレート走行中、カラフルなマシン、ミニクーパーかな、ミニのボディだと思います。コースインフィールド今走って、まもなくコントロールライン通過する。ファイヤーパターンのマシンがトップ、2番手がその後ろですね。塩原選手、柴崎選手と続きます。時間の方は1分が経過しております。さあ、現在トップ金光選手がコース中央からインフィールド抜けまして、まもなくコントロールライン、現在独走状態。その差がですね、2番手塩原選手、柴崎選手との差が2秒開いてますね。トップが独走状態の時に柴崎選手がここで2番手に浮上、シルバーのロードスター、柴崎選手が2番手に浮上です。3、4、5、6と団子状態ですね。ストレート走行中、この辺り、M チャージのレースらしいレースになってます。現在トップは金光選手、順調にラップを重ねて、現在ストレートからインフィールドに入ってます。その後ろ、シルバーのロードスター柴崎選手が2番手、トップの車を現在追う体勢になってますね。前がクリアなので、ここで差を詰めておきたいところ。さあ、柴崎選手は毎週のようにベストラップを連発してますね。さあ、茂木選手もここでコースに復帰しております。現在トップは、ファイヤーパターンのミニクーパー、コース中央ですね。その後ろ、シルバーのロードスターが2番手、金光選手、柴崎選手、菊池選手、篠田選手、綱選手、塩原選手、山内選手、石関選手、平沢選手、茂木選手の順でレースは進んでます。時間の方は3分経過、残り2分です。おっと、ここで痛い柴崎選手クラッシュですね。ここで菊池選手が2番手に浮上、柴崎選手の前のミニクーパークーペが多分菊池選手ですね、が2番手ですね。さあ、2番手争いが熾烈になってきているところで、トップが現在周回遅れに揉まれている状態。ここでまた柴崎選手が2番手に上がってますね。菊池選手がクラッシュか何かで交代した模様ですね。さあ、2番手が争いをしてられたトップが逃げている状態。トップは淡々とストレート走行中、ファイヤーパターンのミニクーパーですね、金光選手。時間の方がここで4分、ラスト1分です。ラスト1分、トップはファイヤーパターンのミニクーパー、金光選手がストレートを走行中。その後ろ、シルバーのロードスターが2番手柴崎選手、3番手に篠田選手が上がってきてますね。篠田選手と菊池選手が3番手争い、スイフト対ミニのクーペですね。さあ、時間の方が残り30秒です。
さあ残りが間もなく10秒そろそろゴールとなります。金光選手ここでトップでゴールです。2番手にここで篠崎選手がゴール、篠崎選手がゴール 3番手が菊池選手、4番手篠田選手ですね。山内選手、白原選手、綱選手、石崎選手、平沢選手、茂木選手の順でレース終了です。お疲れ様でした。